惜しい試合でしたけど、はいね、途中までね、あの1点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 あれができるように、ね、なってきてるんで、その悪い試合じゃなかったと思いますよ。びっくりした、もう1本ぐらい行くんじゃないかなという雰囲気を打席で感じましたね。まあ、本人がね一番嬉しい。まあまあ今日の試合前にもう一回初球の甘めのボールはガンガン行こうっていうことをヘッドコーチに言ってもらって、やっぱり初球のストライクはやっぱり余裕もあるしね、その分素直にバットも出てくれると思うから、これはずっと続けていきたい一つですね。杉浦君、ちょっと自らのミスもあってちょっと不倫にからっていう形になりましたけど、もう少しランナーいないときに、打者のタイミングを崩す投球フォームっていうのを前回1回言ったんですけどね、あれをいいボール放るんで、だからこの野球っていうのはタイミングをね崩すスポーツだし、バッターはタイミングを合わせるスポーツだと思うから、そこをもうちょっとね工夫してもらったらさらに上のレベルに行くとは思いますけど、ね、いや面白い戦いしてると思いますよ、はい、明日さらにね、こう取って取られて取って取られてみたいなゲームができたらファンのみんなもね喜んでもらえると思うんで、はい、あの入場制限も撤廃されて、ね、2万7000人を超える、はい、さらにもっともっとやっぱいいゲームしてるからね、うん、みんな来てくれてると思うんで、さらにいいゲームをしていきたいと思います。はい、はい、以上です。ありがとうございました。